奥野翔平は、大阪府出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ガンバ大阪堺ジュニアユースを経て、京国高等学校、阪南大学に進学した。京国高校在籍時の2006年と2008年に、大阪高校選抜、阪南大学在籍時の2011年と2012年に、関西選抜に選出された。2010年は、 関西学生サッカーリーグで優勝。2011年は関西学生サッカー選手権大会で優勝した。2012年は総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントと関西学生サッカーリーグで優勝。関西学生サッカー選手権大会で3位。全日本大学サッカー選手権大会でベスト4に進出した。2013年2月に 日本で開催されたラトビア2部所属の FK、アウダによるセレクションに合格した。4月6日に行われた2013シーズンの1、リーガ第1節、SK リエパイアスメタルルグス通戦で、初出場、第2節 FC ユールマラ通戦で、初得点を記録した。同年7月に、セルビア1部所属の FK スロボーダウジツェに移籍した。 8月18日に行われた2013から14シーズンのスーペルリーガー第2節 FK チュカリチュキ戦で初出場第7節 FK ラドニチュキ9 2 3戦で初得点を記録した9月25日にはセルビアカップに初出場した2014年8月にポーランド一部所属の MKS ポゴニシチェチンに移籍2015年2月に ポーランド2部所属のビトビア・ビトフに移籍。2016年にオーストラリア・イラワラ・プレミアリーグのアルビオン・パーク・ホワイト・イーグルスと契約。2019年にオーストラリア2部のマッカビハコア・アシドニー・シティ・イースと FC へ加入。2020年6月、福井ユナイテッド FC への移籍が発表された。ありがとうございます。